さくらに会った時にひらめいたんだ。桜のスイーツ。桜？私の好きなショートケーキとさくらのイメージの桜餅、二つを合わせるの。仕上げに、さくら、あんして。もうしょっぱい。これ使うの？ちょっぴりしょっぱさを加えるとスイーツの甘さが引き立つの。お母さんが言ってた。生きてると楽しいことばかりじゃない、悲しいことや寂しいことが絶対にあるけど、涙のしょっぱさがあるから甘い笑顔が引き立つんだって。